皆さんこんにちは、 WXS マガジンです。今回は US ヒップホッププロデューサー名鑑第1弾。今回から始まったこの企画は、誰もが知る人気プロデューサーから新鋭プロデューサーまでを幅広くピックアップしてご紹介していくコーナーです。かなりの情報量をできるだけ短時間に詰め込んだ動画となっていますので、ぜひお楽しみいただけたらと思います。それでは記念すべき第1回目の今回は、2020年後半も要注目な新生プロデューサーというテーマでお送りします。まず一人目はこんな楽曲を手掛けたプロデューサーです。そう、初めにご紹介するのはブランドン・フィネッシンです。最近では皆さんご存知、リル・ウジ・バートのエターナル・アテイクで18曲中8曲の制作に携わったことで一気に知名度を上げました。エターナル・アテイクに大きな貢献を果たしたのも納得の宇宙系ビートを得意とする彼は、インスタグラムのライブで頻繁に自らが制作したビートをプレビューしています。リル・ウジ・バート以外のアーティストでは、リル・ヨッティやリル・ウェインなどの楽曲の制作にも携わり、着々とキャリアを積み重ねています。ちなみにブランドン・フィネッシンはペンシルバニア州フィラデルフィアを拠点に活動するプロデューサーコレクティブ、ワーキング・オン・ダイイングのメンバーです。この流れでワーキングオンダイイングよりもう一人、オーギーメインをご紹介します。オーギーメインもエタナルアテイクのデラックスバージョンでこんな曲や、またこんな曲、そして先ほどご紹介したブランドン・フィネッシンと共作でこんな曲を、などなど、彼も最近のリル・ウジ・バートの楽曲を複数手掛けています。ブランドン・フィネッシンがエターナル・アテイクで爆発的に認知度を得たことで彼ばかり注目されがちですが、実はオーギー・メインはここ 2,3 年で皆さんが気づかないうちにたくさんのビッグネームと数々の名曲を生み出しています。そのビッグネームを一部挙げると、ドレイクやフューチャー、ジュース・ワールド、あとはリル・ピープなど、いかがでしょうか。皆さんも大好きなラッパーたちの楽曲を手掛けているのではないでしょうか。I'm upset. 50,000 on my head is disrespect. You give me some. I don't feel no pain 'cause this pill got me numb. The world on drugs. I do it for my soldier. I can show you some doya. But then you lose your focus. What I told you.あとオーギーメインは最近だとケンドリック・ラマーのいとことしても知られるラッパーベイビー・キームの新曲フーリガンやタイフォンテーンのニューアルバムに収録されたアクティビティーズやレッティング・ユー・ダウンなどにも参加しています。3人目にご紹介するのは、ジョージア州アトランタゾーン6を拠点に活動するパイレックス・ウィッパーというプロデューサーです。パイレックス・ウィッパーはサウスサイドを率いるアトランタのプロデューサーコレクティブ8ウェイ・マフィアに所属するプロデューサーです。今の話で What did you say? となった方、ご安心ください。サウスサイドのプロデューサータグはこれ、そして8ウェイ・マフィアのチームタグはこちらです。これらのプロデューサータグを聞いてピンとこない方は、ヤングサグとフューチャーの伝説のアルバムスーパースライミーを聞いてみてください。サウスサイドを含め8ウェイマフィアがどんなビートを作る人たちなのかわかると思います。それではパイレックスウィッパーの話に戻ります。パイレックスウィッパーはやはり8ウェイマフィアに所属していることもあり、サウスサイドから受け継いだと思われるトリッキーなハイハットを多用するプロデューサーです。彼の原点的な楽曲をご紹介するとなると、やはり21サベージとオフセット、メトロブーミンのコラボテープ Without Warning に収録されている Disrespectful という楽曲だと思います。これ以降の楽曲では本楽曲の21サベージのバースを引き抜いたプロデューサータグを使用しています。パイレックスウィッパーはドリームビルのアルバム Revenge of the Dreamers 3に収録されたコスタリカやダベイビーのポニー、
あとはヤングサグのプシーなども手掛けています。彼のスタイルとして、一人のラッパーとタッグを組んで全曲パイレックスウィッパープロデュースのコラボテープをたくさんリリースしているのも注目すべき点です。ヤングマルの6 Rings、 バンドハンターイーゼーの Easy Rolling、 マンマンサベージのノーコサインなどもすべて全曲パイレックスウィッパーによるプロデュースです。マンマンサベージのアルバムでは新しくリル・キードの声のプロデューサータグも使用されています。パイレックスウィッパーは自身のビートの上で自分でもラップをします。最近では 8way マフィアのボスサウスサイドとタッグを組んでシェックウエスト G ハーボーをゲストに招いたセルフプロデュースアルバムブラッドオンザヒルズもリリースしました。そして本日最後にご紹介するのはジョージア州アトランタのプロデューサーセクション8です。セクション8は何といってもリルベイビーとの共演をきっかけに幅広く注目され始めました。リルベイビーの最新アルバム My Turn では We Paid や Humble などを含む4曲のプロデュースを担当し注目を集めた後、同じくリルベイビーのプロテストソング The Bigger Picture でも共演を果たしました。その後もリルベイビーが率いるレコードレーベルである4ポケッツフルに所属するアーティストとの共演を中心に精力的に活動しています。 4PF のアーティストとセクション8の最近の共作を少しご紹介します。ダーティーテイのニュープロジェクト2ターンドアップでは15曲中4曲をプロデュース。他にもヌーダ O5 の最新プロジェクトマーシレスでは13曲中5曲をプロデュースしています。いかがでしたでしょうか。コメント欄にて皆さんが最近注目しているプロデューサーについて教えていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、通知などよろしくお願いいたします。